皆さんこんにちは、タビアチャンネルのみゆきです。ドバイ万博4日目、続いては UAE のパビリオンにやってきました。さすが開催国だけあって、 UAE のパビリオンもいつもすごい人気なので、今日はスマートQという優先パスをアプリで予約して入ることにしました。パビリオンの外観はハヤブサをイメージして作られていて、ここはちょうど羽の部分ですね。実はこの羽は可動式になっていて、今はちょうど開いた状態になっています。ちなみに上から見るとこんな感じです。なんだかハヤブサが羽を休めているように見えませんか？中に入ると本物の砂で再現された砂漠が広がっていました。ここでは UAE の人々がまだ砂漠の民だった頃の暮らしを垣間見ることができます。人の影の部分に絵が現れるという面白い仕掛けですね。7つの首長国からなる UAE ですが、この方がそれぞれの首長国が一つにまとまるきっかけを作ったシェイク・ザイード氏です。UAE 建国の父とも呼ばれている人物ですね。そしてこの映像は自ら運転する車で砂漠を越えて、団結に向けての最初の会議へと向かう様子を収めたものだそうです。
そういえばこの辺がすごくいい香りで、最初は誰かの香水かなと思ってたんですが、実は中東をイメージしたアロマが焚かれていたみたいで、香りでも楽しめるパビリオンでした。ここを歩くと自分の足元に線が現れるんですが、一人一人色が違って多様性を表しているんだそうです。さまざまな線が交わりながら円を作っていく様子は、世の中の理想の姿でもありますね。50年前はただの夢に過ぎなかったというこの言葉ですが、砂漠の中で夢を語り合う映像を見た後だっただけに、そして現在の UAE の姿を知っているだけに、なかなか心に響く言葉でした。こちらの空間では建国後の発展の歴史が映像で紹介されています。この蜃気楼なんですが、近づいてみるとなんと自分の影になる部分に過去や未来の UAE の姿が現れてくるんです。蜃気楼の中に見せるというところが本当によく考えられてますよね。続いてはシアタールームにやってきました。さてこれから何が始まるんでしょうか。
世代の女性を主人公にした UAE の歴史をたどるアニメでした。個人的に印象的だったのが、前のフロアで見たこの映像のシーンがそのままアニメで再現されていたのと、7つの首長国が1つになるシーンの演出もかっこよかったですね。なんと上を見上げると万博のロゴが見えました。ロゴの下にあるパールをイメージした球体がさっき言ったシアタールームです。ここが人気のフォトスポットみたいですね。たくさんの人が写真を撮っていました。以上、UAE 館のご紹介でした。本当はこの後シンガポール館にも行きたかったんですが、いつ来ても人気なんですよね。今日はこのまま一旦ホテルに戻ろうと思います。それでは本日の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。また夜の動画でお会いしましょう。